フィットネスの西山です。今日はテニスのためのフットワークのミニをご紹介したいと思います。まず一番最初にやるのは前後の動きです。スタートが大事なんですけども、股関節を落として背筋が前を向ける姿勢、このレディーポジションを行っているここから前後っていうような動きになります。この動きを20秒間やっていきます。なぜ20秒間やるかというと、テニスの平均のラリーの時間というのは大体20秒だと言われています。1ポイント取るまでに平均すると20秒かかる。なのでこの20秒間しっかり動けることが大事です。今の動作を素早くやるというのも大事なんですけども、動きの質を落とさないで20秒間動き続ける、そういったトレーニングになります。では、実際20秒間やってみたいと思います。いきます。よーい、スタート。5秒経過。少し目線上げてください。残り10秒。遅くなってきましたよ。残り5秒。頑張って。3、2、1、終了です。20分間やって、極力演出が落ちないように。もしこれが難しい方は、まず自分の質が落ちない10秒間やって、だんだん同じ強度でできるようにって伸ばしてきてます。次は横の動きいきます。スタートは1です。レディーポジションから横の動き、はい、これを鍛えてます。20秒間大丈夫ですか。はい、いきます。よーい、スタート。はい、姿勢崩さないように5秒経過。はい、顔上げてスピード落ちてますよ。残り10秒。はい、最後まで5秒前。3、2、1、はい、終了です。ちょっと終わるの早くなかったですか。今大丈夫ですか。今のが横回り。最後はクロス。ちょっとゆっくりやると、レディーポジション。片足がバーの中に入ります。戻して、反対。イメージとしては、上半身はしっかり前を向いたまま、下だけが動くという、形になります。これ最後、もう一セットやってみたいと思います。はい、ではラストいきます。よーい、スタート。はい、しっかり胸は正面向けてください。5秒経過。はい、しっかり足動かして、残り10秒。はい、最後まで質を落とさない。5秒前。3、2、1、終了です。ちょっと今も終わるの早くなかったですか。今日は3種類やってみました。いきなり20秒は結構大変なので、質を保つ、とにかく早くやるんじゃなくて、今持ってる自分の質を保ったまま何秒までできるかっていうのを試して、ぜひチャレンジしてみてください。